はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ、あんだけ大にぎわいだったこのバトルロードイベント、はい、今週月曜日になったわけなんですが、こんな感じになってます。ドドンっていうね、はい、これ夕方の今6時半ぐらいかな。うん、もう一気に人減ったよねこれ。はい、もう今週からねマッチングそろそろ厳しそうな感じがします。このイベントちょっと早いよな。まあ、特に今回ねギスギスマッチングが多いもんね、この内容がね。まあ、割とねこの最後のアウルモッドなんかは簡単だったけどね、ここら辺がねもうね、天国もそうだし防衛軍もそうだしね、結構ギスギスですよね。まあそんなバトルロード高木ちゃん、はい、もうねこれで終わろうかなと思って、はい、ビクトリーボックス、まあ、200個貯めたので、さあ今日は200個開封動画やっていきたいと思います。さあ今のところまあ分かってるのが、まあ各ねバッジ交換券とバトルロードコインだよね。まあさらにはハッピーハートといったようなものが出ます。まあ噂ではスライムカーが出たとか出ないとかっていう噂を聞いて、でマイタウンもなんかね界隈でかなり賑わってるみたいなね、出たとか出ないとかっていうね、本当かよと思いながらね、ちょっと今日は200個これね期待して行ってきたいと思います。ちょ、運営さんマジで期待してるよこれ、もし出たら神やで、ね、これ。さあ行きましょう。はい、ドン。あ、やっぱりこれ出たか。身代わりコインバッジ交換券どう、まあ、1300枚、バトルロードコイン1000枚、3000枚、お、3000枚、上は3000枚が出るんだね、バトルロードコインね、3000枚。はい、ハッピーハート30個だよね、ハッピーね。さあ福引券が、2枚となっております。さあどんどんいきます。どん。身代わりコインバトルロード3000枚、福引券5枚、2枚、1300枚。お、福引券20枚出たね。福引券20枚は結構うまいね。さあバッジ交換券金、ハッピーハート45個も出んの。ハッピーハートすごいな、45個。福引券2枚、さと4枚のバトルロード、福引券バトルロード、はい、ハッピーハートバトルロードコイン、福引券。あー、やっぱりどうなんだろうね、確率的にスライムカーとかでも、まあ、特等とかさ当たるレベルぐらいなのかな。バトルロードコインが5000枚とね出るね、最大5000枚最大出るんだね。さあバトルロード3000枚、バトルロード1100枚、1100枚、だいたい1100枚からたまにポンって出てくるんだね。さあハッピーハート、ハッピーハートいくつ、何枚取った今。ハッピーハート、あれ、ハッピーハートじゃなかった今、交換券金なんだね、あれおかしいな。バトル3000枚、ハッピーハート30個金、あら、まあ虹とか出ないね、交換券虹。意外に僕虹結構出たようなイメージなんだけどな。あ、出ましたね虹、はい、ドン。早速1個ね、これでかいな、よいしょ。もしかしたら未来来世ね、未来来世ってね、近いうちかもしれないけど、バッジが新しく追加されて、まあちょっとね今交換できないバッジもね、もしかしたらね交換できるようになるかもしれないからね、交換券取っておいた方がいいかもしれないよね。うん、また出たんじゃないこれ、虹銀だったっけな今、あ、銀かな今のは。もしよ、845個バッジ交換券、バッジ交換券とはちょっと微妙だけどな。まあでもモーモンとか交換、お、出ましたね虹、モーモンとかね、結構使えそうなもんはね別にいいかもしれないよね。バイキングソウルがね個人的にちょっとね足りなかったからね、バイキングソウルちょっと多しいかもしれないけどね、僕個人的にはね。もしよ、さあ22、福引券に、あら、まあ本当にこれスライムカー出るん？一撃1000万ゴールドだよね、スライムカーだと。今それぐらいのバザー価格かな。
うわ、なんかもう早いな。早いよね、減るのが。お、身代わりコイン。これ、身代わりコインも、あんまり出ないんだね。あ、で、言うて2枚連続出てきたね、今。3000枚アピアート。まあ、でもバトルロードコインはやっぱりたまるよね。やっぱり美味しいな。だからこれでバトルロードコインでアンクとか交換したり、まあ、あれだね、証、絆バッジか。絆バッジを交換したりってことができるよね。バトルロードコインうまいな。福引系もちょっとね、まだね、エビルプリスト、邪教止水のコインがね、まだできてない人はね、アクセがね、美味しいかもしれないよね。あとは金策にもなるしね。バッジ交換券金。でも1万のあたりはバッジ交換券虹じゃないのかな、これ。もちろんマイターンの権利書があるんであれば、お、光り始めて出たのね。マイターンの権利書があるんであれば、それが一番なんだと思うけど、虹、ほら、やっぱ出るよね、虹。銀。福引券20枚。あら、まあ、ちょっとなんか、マイターン権利書、まあ、そう簡単には出ないか。光、おお、光が出たね。バッジ交換券光。これはうまい。おお、いい虹だ。さあ、ラスト、20個。あっという間になくなってんな。200個ってね。身代わりコイン。さあ、ラスト11個です。さあ、出るんでしょうか。ハッピーハートは最大45個らしいね。よいしょ。さあ、ラスト2個、身代わりコイン。おっと、バトルロードコイン7500枚出るんだね。最大7500枚かな、これ。結果が、ハッピーハート405枚。そして、コイン、バトルロードコインが13万7200枚。そして、福引券が368枚。これ、福引券結構出たね。368枚。そして、バッジ交換券8個。バッジ交換券金が9個。虹が4個。そして、銀が8個。光が2個。そして、身代わりコインが8枚。となっております。バッジ交換券結構多いよね。4個も出たから美味しいと思う。まあ、バッジ交換券すごく美味しくて、これがね、このレイジバルスを作るための、まあ、最悪の王虹だとか、まあ、はたまたね、このマリンを作るためのルシェンダ放浪だとか、さらにはちょっとバレリア様を作るためにベルトロがいるんだろうね。そのベルトロのね、まあガルドリオンだとかオーレンだとか、まあこういった類を、まあ、交換するのにはかなりね、虹美味しいと思うので、これマイタウンとか出たらちょっと美味しいんだけどな。今回もまだ実際に報告入ってないよね。まあ、ビクトリーボックス、これはやっぱりまあ、バトルロードコインとか、まあ、はたまたバッジが揃ってない方はね、まあ、この機会にね、やった方がいいとは思う。はい、ってことで今日はですね、ビクトリーボックス200個を開封してみたっていう動画でした。まあ、バッジ交換券こんだけもらえれば僕十分だと思うんだけどね。意外にもね、バッジ交換券2次とか4個、まあ、50分の1の確率だよね、これだと。はい、まあ、バッチ揃ってない方はね、今のうちに行ってみてください。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。